どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、それじゃあ順番に行きましょうということで、熱帯の暮らしということになるわけなんですが、熱帯の暮らし、一年中雨が多いという熱帯の暮らしはどういうふうな形になってますかということをしっかりと見ていきましょうということになります。はい、まず、生物種の宝庫と呼ばれています。生物がたくさんあります。いろんな生き物たちがたくさんありますよという状態になっているわけなんですけれども、これが要するに熱帯の暮らしですよということになります。で、生物種の宝庫はなんで生まれますかっていうと、雨が一年中多いので、植物がボン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 育つということになるわけですね。で、植物がボン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 育つということで、熱帯雨林というのがはびこっているということになるわけなんですね。はい、熱帯雨林でも、ザーってすっごい木がない。ということになります。で、問題になってくるのはさらにその後ということになります。はい、こちら見ていきましょう。スコールというのを覚えてください。スコール。これは激しい雨のことをスコールです。日本でいうところのあんな雨じゃないですよ。滝みたいなので、ゾーはい、ゾーっていう、なんか知らないけど、すごいなんか滝かこれみたいな状態の雨が降るっていうのがあるんです。これがスコールって言います。スコール。はい。ということになります。ということですね。みんなが学校に行くのはスクール。ね、激しい雨はスコール。さあ、それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。